陽介先生ですね、今回、まあ、あの滝川先生と陽介先生に、審判をお願いしたんですけど、各アカデミーで、ね、選手を出されているので、これも割り振りも少し、それに合わせて、もちろんですけど自分のアカデミーの選手をさばけないということだったので、それに合わせてやってますね。古谷選手もベテランで、竹林さんとかと一緒にこう柔術をこう、競い合ってやってきた稽古仲間というところですね。なので、ジーフリーさんは本当に層が厚いんですよね。白石選手止まんないですね。白石選手はギラギラ感早い早いですね。持ってきましたね。持ってきました。あのクールタイミング、スニークの差し際の、一瞬の腕、見逃さなかったですね。ねえ。